仲間を傷つける奴は絶対に許さない。俺に挑戦する愚か者がいるようだな。魔術の力見てみたい？豪華で全てを焼き尽くす。支援なら私に任せて。自然の恵みは全ての命に。支援なら私に任せて。闇夜に輝く刃、影のごとく振りかざす。伝説の宝物を見つけよう。どうしたの、イーシャ。お、姉様、なんだか風がざわめいた気がして。風が。気にしないで続けて。私、姉様の笛が大好きだから。ありがとう。あら、あれは。このまま進もう。必ずエルンストを阻止するんだ。白雲山くらえ。ほう、やめる。箱の力。白雲山くらえ。くらえ。ほら、目覚まづけ。震え上がれ。口ほどにもない。アルマに選ばれし者がこの程度か。時間の無駄だ。遠くない未来、あなたはエルンストと出会うこと。気をつけろ。ブロンズ級のホワイトシーラムだ。ふっ、ほら、白雲山、ほら、なぎ払う。ふっ、あら。新しいカードを獲得しま、ソウルカードは、新しく獲得したソウルカードを装備しましょう。近づかないで。私がすぐに追い払うから急いで逃げて。てい、熱風剣。大丈夫か。誰だ。ああ、いつかきっと。そうだ、大事なことを忘れていました。それなら、ぼ。アルマ様。あなたはオルハ、アドルと共に。手強いぞ。受けてみろ。ふっ、白雲山くらえ。ほら、ほら。ソウルスキルを使用して元素シールドを獲得できます。白雲山、ほら、受けてみろ。大丈夫？これぐらい平気さ。眠りにつくことはなかった。あの夢、翌日。オルハ、準備は。おじさま、私獲物は俺たちが包囲する。はい、おじ。エメラス剣の力を使ってみましょう。精霊たちの力を。
けてみろ。ほら、ほら。ソウルスキルを使用して元素シールドを獲得できます。くっ、熱風剣白雲だ。くらえ。オルハ、獲物は目の前だ。矢を放て。巫女の人力を宿した。受けてみろ。禁断の地はこの近くね。巫女の人力、それは私自身を召喚した。早く医者を探さないと。お願い、無事でいて。ソウルスキルを使用して元素シールドを獲得できます。オルハの目の前に入り口が現れた。称号をランクアップしてペットをゲットしましょう。条件達成。この条件も達成しましたね。クエスト完成。ペットを迎えに行きましょう。新たに獲得したペットを見てみましょう。はぐれ竜が現れたところにカナン本島へと続いている道はあるようだ。それにしても石材の風化、そんな大向かこのろうそく、レダ族が死ミトス参道は非常に危険です。どの道具を使用しま、これを試してみましょう。設定完了。回復アイテムの設定はこれからも忘れないでくださいね。妙だな、あの魔獣の群れ、石の周りを囲んでいるように見える。熱風剣。